ショーン・ヘルナンデスは、アメリカ合衆国の男性レスラー。テキサス州ヒューストン出身。ヘルナンデスのリングネームで、トリプル a ティネなどの団体で活動していることで知られている。鍛え抜かれた筋肉と、タトゥーが特徴。アリーナフットボールの経験を積み、テキサスレスリングアカデミーにて、タグボート・テイラー、ルディー・ボーイ・ゴンザレスの下でトレーニングを受け、1996年に、 テキサスオールスターレスリングにて、プロレスデビュー。2000年から2001年にかけて、WWF で、ジョバーとして働き、ダークマッチにも出場していた。ティネの、ダークマッチにも出場しつつ、テキサスオールレスリング、エクストリームテキサスレスリング、NWA サウスウェストにも出場していた。2001年になると NWA で活動をし始め、同年10月13日には、 フロリダ州のセントピーターズバーグで行われた NWA20 周年記念大会でケビン・ノース・カットに勝ち NWA ナショナルヘビー級王座を手に入れタイトルを1年以上保持。しかし翌年の1月11日リッキー・マードックに負けタイトルを失った。その約4ヶ月後の5月3日にホルヘイ・ストラーダに勝利し NWA 北米ヘビー級王座を手に入れ 2003年にティネと契約するまでにはカートアングルを真似たオマージュレスラーとして日本の全日本プロレスやゼロワンで試合をしたりローで活動をしていた。当時はプロ後に獲得したアマチュアレスリングの週チャンピオンのメダルを掲げて入場していた。エリートガード2003年11月22日のティネエクスプロジアンにて登場、シェーン・ダグラスと対戦するも負ける。その後、 4年の6月16日に、チャド・コーリー、オニキスと共にエリートガードとして再登場し、3リットル系と2ヶ月以上の構想を繰り広げ、7月14日にエリートガードは、ジェフ・ジャレットとケンシャムロックと組み、ダスティローです。解雇された後は、テキサスの様々なインディー団体を活動の場としていた。ダックス6年の3月に、ティネと新しい契約を結び、 3月31日のティネ、エクスプロジアンにてホミサイドと、コナンデラックス、ラテン、アメリカエクスチェンジを結成した。8月24日のティネイメイポークと似て、NWA 世界タッグチーム王座をかけた試合で、ヘルナンデスとホミサイドは、王座組のアージスタイルズとクリストファー・ダニエルズとの、ハードコア形式で戦い、激戦の末勝利し、タイトルを獲得するも、9月24日の、 ノーサレンダーにて全王者組のリマッチに敗北し、タイトルを手放してしまう。しかし、10月22日のバウンドフォームグローリーにて、再びタイトルを獲得する。タイトル再獲得後は、アメリカズモストウォンテッドとの交争を経て、チーム 3D とも構想し、PPV で何回も試合を繰り返し、7年4月のロックダウンにてタイトルをかけて対戦する。 モホミサイドがフォールされタイトルを手放してしまう。その後は、アージスタイルズとトラビストムコが所持するティネ世界、タックチーム王座を獲得するためにザ・ロック・レイブ、インフェクションやモーターシティ・マシンガンズを破り、8年5月11日のサクリファイスでチーム 3D に勝利し、ティネ世界タックチーム王座を獲得。しかし、8月10日のハードジャスティスにて、 ビアマネーインクにタイトルを奪われてしまう。マット・モーガンとの共闘、高層コーナーポストでポーズ4月30日のインパクトにて、ブリティッシュ・インベンションのダグ・ウィリアムズ、マグナス、ロブテリーに襲われ欠場する。7月23日のインパクトにて、サモア・ジョト、タズに襲われている、ホミサイドを救出するために復帰するものの、9月10日の、 インパクト、にてホミサイドが裏切りラックスは解散する。9年のノーサレンダーにて、メインのティネ王座戦に参加するも乱入され、獲得できず、しばらくはシングルプレイヤーとして活動する。シングルで活動をするようになると、ティネの若手レスラーの起用に反目するようになり、それがきっかけで、マット・モーガンやディアンジェロ・ディネロと行動を共にするようになり、ティネ側のライノや、 チーム 3D と構想し、フィナールレゾリューションにて、チーム 3D、ライノ、ジェシー・ニールと前日の3人で対決して勝利する。意気投合したマット・モーガンと、ブリティッシュ・インベンションの持つ、ティネ世界タックチーム王座に狙いを定め、タイトル獲得へ何回もアピールを繰り返し、10年1月の、ジェネシスにて、ブリティッシュ・インベンションから、ティネ世界タックチーム王座を奪取した。しかし、 2月のアゲンストオールオッズの8カードスタッド、トーナメントで対戦した際にちょっとしたラフプレーにより、モーガンが勝つがこれが原因で不仲になっていく。3月のデスティネーション X ではで、ビアマネーインクに誤爆を繰り返しながらも勝利する。試合後モーガンはヘルナンデスをつかみかかってしまい、より不仲になってしまう。翌日のインパクトでのモーガンとの試合中に、 串刺し式ビッグブートを食らった際に首をポストに強打してしまい古傷を再び痛めてしまう。そのため、4月5日のインパクト、にてモーガンが唯一のタックチームチャンピオンと宣言し、一人でタックチーム王座のチャンプとなった。2ヶ月後の6月には復帰したが、復帰早々モーガンを攻撃して裏切り、タックを解消し、構想へと移ったスラミバースリーとビクトリーロードで、 スチール刑事、マッチ形式で、モーガンと対戦して勝利し、構想を一時的に終了。構想を終えると、ティネから一時的に離脱し、トリプル A へ参戦していた。メキシカンアメリカメキシカンアメリカ全員での入場を2011年2月10日に、ヘルナンデスは、イモータルのエリック・ビショフに雇われる形で、ヒールとしてティネに復帰し、マット・モーガンと再構想し始めた。そして、 ロシータとサリータと合流3月13日のビクトリーロードでマット・モーガンに勝利しロシータ、サリータ、ヘルナンデスのコンビはメキシカン・アメリカと名乗るようになったメキシカン・アメリカはマット・モーガン、ウィンター、アンジェリーナラブと対戦するが敗北してしまうも試合後に観客がモーガンを攻撃する陳事が発生 そして4月のロックダウンに、マット・モーガンと刑事マッチで戦うも敗北し、マット・モーガンとの交想は終了する。5月の PPV であるサクリファイスで、インク・インクに勝利し、アレックス・シェリーとジェームズ・ストームの持つ、ティネ世界タッグ王座に、アナ・アキアと共に、タイトル挑戦を主張し始めた。7月のイメイポークと似て、世界タッグ王座に挑戦するためのアピールとして、ロシータの助けを借り、 ヘルナンデスとアナーキアは、ブリティッシュインベンションに勝利し、8月のハードコアジャスティスにて、ビアマネーインクと対戦し、敗北して、タイトル獲得は失敗してしまうも、2日後のインパクトにて、メキシカンヘビー王座のジェフ・ジャレットの助けを借りつつ、ビアマネーインクを破りタイトルを奪取する。9月のノーサレンダーにてディーボン、ディアンジェロ・ディネロ組とタイトルをかけ戦い、ロシータ、 サリータの介入を挟みつつ勝利する。10月のバウンドフォーグローリーのダークマッチで、インクインク相手に防衛。11月13日のターニングポイントで、タッグのベルトをかけ、メキシカンアメリカはサリータと組インクインクとトキシンの6人タッグマッチで対戦し、勝利する。しかし、その後の通常放送で、マット・モーガン、クリムゾン組にタイトルをダッシュされてしまう。 アナー・アキアと共にリマッチ権を行使しリマッチするも敗北し再び一時的に離脱するその後3ヶ月後の2012年3月22日に復帰し再びアナー・アキアと共にタック王座に挑戦するも負けてしまうチャボ・ゲレロ・ジュニアとのタック・タック王座をアピールするヘルナンデスとチャボ4月になるとパートナーであるアナー・アキアがティネから解雇されると同時に ヘルナンデスも離脱してしまう。その後ストーリーに組まれるわけでもなく、6月の PPV であるスラミバーーで、キットキャッシュとシングルを行い勝利し復帰する。そして通常放送でディーボンのオープンチャレンジでトネイト部王座に挑戦するも敗北してしまう。同じく6月に WWE から離脱し、ティネに参戦したチャボ・ゲレル・ジュニアの登場スピーチを、 妨害したガンラーとキットキャッシュをチャボともに追い払いタッグ活動を始める。8月のハードコアジャスティスでチャボとタッグを組み、ガンラー、キットキャッシュ組みと対戦し勝利している。9月になると、ハルクホーガンにより、クリストファー・ダニエルズとカザリアンの持つ、ティネ世界タッグチーム王座に挑戦権を与えられるが、負けてしまう。しかし、10月14日のバウンドフォーグローリーの、 王座組のダニエルズとカザリアン、アージスタイルズとカートアングルの3ウェイマッチにて、タック王座を獲得する。11月のターニングポイントで全王座組からのリマッチを受けるも防衛している。12月のフィナールレゾリューションでも、ジョー・イライアン、マット・モーガンを相手に防衛を、成功。2013年1月のジェネシスで再び同じ、相手にタイトルを防衛をしている。しかし、 マンチェスターで収録したインパクトレースリングでオースティン・エリースとボビー・ルードのタッグに負け王座を失ってしまう。3月のロックダウンでバッドインフルエンスを加えた3ウェー形式でリマッチをするも敗北。次のインパクトでタイトル戦を行う前にエイシーズエイツに待ち伏せされ翌週に流されてしまい、再びタッグ王座に挑戦するもバッドインフルエンスの介入により敗北してしまう。 その後、バッドインフルエンスとのタッグ王座への挑戦権をかけた、試合を制止権利を獲得。4月11日のインパクトレスリングにて負けたら、タッグ解消を条件に日本選手の3本勝負形式に勝利し王座を獲得している。25日に全王者とのリマッチを行い、バッドインフルエンスの必要な介入を受けながらも、防衛に成功している。6月のスラミバースリークシーで、全王者。 バッドインフルエンスにガンナー、ジェームズ・ストームを加えた4ウェイ形式のタイトルマッチで敗れ王座から陥落。12月にチャボ・ゲレロが解雇されるとタックは自然解消となり、ヘルナンデス自身も徐々に出番が減り2014年4月13日に解雇となった。ティネから離れるとアメリカやメキシコのインディー団体に参戦するようになり、6月にチカラに初参戦。チャボ・ゲレロ。 ホミサイドと共に2014キングオブトリオスに参加するも初戦で負けている。10月に WWC に参戦している。2015年にトリプル a のルチャアンダーグラウンドと契約したことを発表。コナンやルチャアンダーグラウンド王座保持者のプリンセス・プーマと行動を共にするも4月に王座への挑戦権を獲得すると5月には 試合後のプリンセス・プーマを裏切っている。2015年6月にライジングを襲撃する形で再登場し、復帰と同時にビートダウンクランに加入。ティネ世界タッグチーム王座。ありがとうございます。